皆さんこんにちは、山本康子です。去年行われるはずでした第3回の癌のシンポジウムがコロナの関係で1年延期となりました。でもコロナが収まりません。それで台湾の会場と日本の会場をネットで結んで、リモートシンポジウムという形で行われることになりました。お会いできないのは本当に残念です。でもいいこともありました。台湾の領事選と私どもはネット会議を何回も繰り返しました。それによって両者の関係は深くとても素晴らしいものになっていったと思っています。私どもは企画者として台湾の方が日本に来ていただいたらあそこも行ってほしい、ここも見てほしいと夢が膨らむばかりです。ですから本当に今度来ていただいた時にはワクワクする企画がお届けできるんじゃないかなと思っています。今は時代の転換点を迎えています。物質中心の世の中からこれからは心と魂の時代を迎えると思います。今回行われるシンポジウムに先生方が準備をしてくださっています。学術的な観点から、そして実践的な観点からもいいお話がたくさん聞けると思います。私たちは本当に心を育てるいい学習の機会としてこのシンポジウムに参加していただきたいなと考えております。